のお乳絞りです。ほんと左右バラバラにやるんですね。バラバラというのはスッ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 、左右バラバラじゃないです。交互に交互に、はい、ね、はいはい、あのいわゆる手絞りの時と同じ感じですよね、はいはい、右左右左右左ね。へえ、パーラーというね機械で8頭が勢ぞろいしています。すごいね。実は向こうでご飯食べてるそうです。だから綺麗に並んでいます。ね、右左。お乳、ヤギのお乳大きい。2つある。ヤギが待ってますよ。次の。終わったって知らせるんですか。今足上げましたけど。いや今。たまたまですか。で次の子にね。絞った後、ね、絞ってる。まだパンパン張ってる。ここにミルクが流れていくの。これはこのパイプを通って、向こうの別の部屋に行きます。はい、あともちゃんと用土液で消毒します。はい、発情はい、あ、いいですか。はい、さあお乳絞りを終えて、はい、終わったよ。お乳絞って終わったよ。はい、行くよ行くよ。すごい、みんな階段をちゃんと降りてね。ヤギは崖が好きだということなんで、階段もお手の物です。うまいね。すっきりした。すっきりしたかい。すっきりした。はい、はい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 、いい子いい子、はい、はい、バイ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 。次の、はいはい、お乳終わり、はい、終わり。あっちだよ。なるほどね、うまいことできてますね。こちらの仕組みでね、次のヤギたちが待ってます。はい、待ってますね。おお、すごい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 。あ、もう餌があるからもう飛びついていくんだ。すごい。はい、というわけで次のグループの搾乳タイムです。まず消毒してから、きれいにしてから。